ドル君、やはり君が追ってきましたね。晴れ渡る夜空のように澄んでいながら奥底に情熱を秘めた人、初めて会った時に直感しました。やはり君は僕の標的にふさわしい。次はアドルを手にかける気ですか？この先この島で漂流者たちが生き抜くのは容易ではないはずです。脱出の可能性は果てしなく低く、絶望の果てに獣の餌食となるか、もしくは人の秩序を失い漂流者同士醜い争いを繰り広げるか。しかし船長の築いた漂流村やアドル君の存在は皆に希望を与えました。そして今は島からの脱出に向けて一致団結し始めているわけです。いやいや、大変に美しい。そんな矢先にアドル君や船長を失えば、考えただけでゾクゾクしますね。そのためにアドルや船長を。それだけじゃねえ、カーランのおっさんやあの女の子、先生、あんたは人としてやっちゃいけねえことをしたぜ。やってはいけないこと？あと僕は悪を背負う人間として当然の行動をしたまでのこと。それは、ええ、僕はまっすぐなアドル君とは対極にある存在です。人は蹴る大地があるからこそ走って前へ進むことができる。物事が前へ進むには相反する2つの作用が必要なのです。善と悪、2つが存在するからこそ人の悪が存在せず正しいものばかりの世界などありえましょうか？それにもかかわらず悪の存在は憎まれ、存在が許されることはない。理不尽だと思いませんか？なんて盗作的な。わしは根っからの悪い人間なんていねえと思ってきたが。僕も君たちと話し合って分かり合えるなんて思っていません。善と悪の闘争は必然なのですから。行くぞ。やるしかねえみてえだな。アドル、私たちはあなたを失うわけにいきません。心してかかりましょう。歴史に残るのは結果のみ。ならばこの僕が悪の歴史を切り開いてみせましょう。来なさい、術式開始です。さあ始めましょうか。そんなものですが焦がしませんよ。
ますよ。あなたたちのあくことなき努力は。キルゴール先生、これはどうでしょう。ゾクゾクしますね。飛んでください。ベラックです。まだ立てるのですか。予想以上にやりますね。冒険家でしたか。ここまで手応えのある相手だとは。ですがこの島は悪にとってこれ以上ないほどの晴れ舞台。このまま終わる気はありませんよ。いかん、また逃げる気だ。線のトラップ、うかつに動けませんね。くそ、なんて用意周到な。お楽しみは次に取っておくとしましょう。それでは。最後は予想外の決着だったな。さすがに複雑ですね。それよりアドル、すぐに船長のところへ参りましょう。あ、そうだ、急ごうぜ。